あ、こんにちは。いつも一人です。今日もですね、男の料理っていうことで、鶏肉ステーキをですね、作っていきたいと思います。材料はですね、鶏もも肉、まあ一人分なんですけど、191g と、で、あと肉ばっかり取ってもですね、病気になってしまいますので、人参、土付き人参1本ですね。で、あと味噌汁はですね、まあアウトドアというかですね、登山家には定番なんですけど、この天野フーズっていう、見えますかね、滑らか豆腐、まあこれをですね、作っていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。うん、もう非常にですね、作り方はシンプルです。まず鶏肉を開けます。よし。で、一応、どっからしようかな。じゃあ、まず、肉はですね、一旦これ、水で洗います。はい、洗いました。じゃあ、この作るコツなんですけど、強火で一気に焼いてしまうと旨味が逃げちゃいますので、弱火でですね、20分ぐらいかけてゆっくり、鶏肉をですね、中まで、焼き上げるっていう形で、ちょっと換気扇つけるんで音ちょっとうるさいと思うんですけど、勘弁してください。途中で止めますので。どうかな。いや、うるさいね。止めましょう。私のトークが聞こえなくなってしまうので。じゃあ入れます。ジャーッとなってますね。はいはいはい、ちょっとうるさいので。で、人参をまず抜きます。よし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 、洗います。で、人参は、危ない。こういう感じ。強かった。よし。ワイルドに、こういう感じでいきましょうか。ちょっと換気扇つけますね。煙が。で、ちなみになんですけど、私、実は1年前ですね、70キロあったんですよ、体重が。身長170センチなんですけど、で、自分で自炊をするようになって、ちょうど1年ぐらいになるんですけど、体重は今64キロということで、6キロ落ちましたですね。あー、ちょっと待ってね、あー、こういう感じで。これを
そうそう、じゃ話の続きなんですけど、去年ですね、あの健康診断がの毎年4月から5月ぐらいの間にあるんですけど、体重が70キロぐらいあったんですよ。で、あの自炊、まあ、ちょっと糖尿も高いということもありまして、あのダイエットを兼ねて自分でちょっと作ろうということで、1年ぐらいあの、まあ、基本的には夜を、まあ、食べないというか、軽い、まあ、湯豆腐とかあのカロリーメイトとか軽い食事にして、朝とお昼をしっかり食べるっていう形で1年続けたらですね、あの体重が6キロあの落ちまして、で、あ、これいいなということでですね、あのみんなに話し、まあ、話したら、その、まあ、リスナーさんもですね、あ、ぜひ、その料理をですね、料理動画を、ひとりさん上げてくれっていうことで、それでちょっとここ数日上げるようになったんです。で、まあ、そういうきっかけがありましたので、まあ、ファンの方もですね、いろんな、そういった見たい動画ですとか、あと、まあ、私年齢も48歳なんで、まあ、いろんな相談事とかですね、ございましたらコメントに上げていただければ、フリートークっていう形でですね、私の人生経験交えながら、面白い答えができればいいなと思ってますので、末永くよろしくお願いいたします。よし、で、まあ、こういう感じですね。で、まあ、今日はご飯もあとレンジでチンするだけなんで、これだけじゃちょっと物足りないんで、何しようかな。よし、今日もおかずはこれと。一応お味噌汁は天野フーズ、これをですね、ちょっと待ってね、よし、天野フーズのなめらか豆腐、これを入れます。あ、私こういうフリーズドライって、結構一人暮らし長いので、結構いろんなフリーズドライ食べてるんですけど、天野フーズがですね、一番美味しいです。まあ、これおすすめじゃない。別に提供、企業さんから広告受けてるわけではないんですけど、やっぱり美味しいですね。よく私、登山動画のカホさんって、私すごいファン、カホさんのファンなんですけど、カホさんもよく天野フーズのカレーとかシチューとか食べてるんですけど、ちょっと他のお店、メーカーさんよりは天野フーズ高めなんですけど、実際食べてみると本当に生の味噌汁とかカレーとかですね、もう遜色ないぐらい美味しいですね。非常に出来がいいです。で、納豆。納豆もですね、ちょっとこれ、入ってるお醤油なんですけど、全部入れちゃうと塩分が取りすぎてしまうので、ちょっと、このぐらいですね。で、そこにちょっとアクセントをつけて、こう、マヨネーズをかけていきたいと思います。はい、じゃあこれで一品出来上がりです。あとこうきゅうりのきゅうちゃんとなめたけと味噌汁で、今作ってる鶏のステーキということで、で、鶏のステーキはソースどうしようかなって今考えてるんですけど、迷いますよね。ちょっと待ってね。ちょっと今蒸し焼きに。あ、
あ、もうできそうだね。じゃあ一旦お湯を何にしようか今考えてるんですよね。鶏肉のステーキ。あと皆さんこれ気になってますか、これ、この汚れ。これ実はもう3日分ぐらい洗ってないんですけど、まあ男の料理ということで、やっぱり一回一回洗うとですね、やっぱ男じゃないので、やっぱりまあ、エコでもあるので、こういうふうに3、4日はですね、同じ皿を一応使い続けてますので、よろしくお願いします。タレをね、何にしようかな、ちょっと待ってね、タレ。よし、タレはじゃあまずこれをします。これはなんとかっていうマヨネーズのちょっと兄貴みたいな。やっぱりタレはポン酢かな。あ、もうなんかいい感じですね。聞こえますかね、音。じゃあ、あとですね、私、お茶もですね、基本的には、自分でこう作ることにしてるんですけど、こういうお茶ミルって皆さんご存知ですかね。こういうお茶っ葉を入れて、結構なんか煙ってきた。で、これでこうするんです。50回ぐらい回すと、ポンポンとやると、こういうふうにこう、見えますかね、こう、お茶。こういう、粉茶ができるんですよね。で、ここにこう入れます。こういう。これ非常にエコで、私気に入ってるんです。なんか出来上がってきそうですよね。何分ぐらい今。なんかいい感じ。ちょっと一旦煙ってきたんで。で、今お湯沸かしてるんですけど、緑茶には、熱いお茶にはちょっと色が変わってしまうので、水を入れたいと思います。これ、この、フライパンもですね、メーカーがちょっとヨトさんっていう、これ本物の、要は鉄はもうかなり厚めの鉄で1枚ものなんですけど、これももう実際もう20年ぐらい使ってるやつで、かなり重量もですね、重たくて。
開きましたね。じゃあ、とりあえず。付け合わせの鶏のステーキ、まずは1品目完成です。どうですかね。で、マヨネーズ、カリカリですよ。鶏のカリカリに味ポンかけます。チューチューって感じですね。はい、よし。それとあとこの天野フーズの味噌汁入れまーす。お茶、粉茶入れまーす。よし、ちょっとご飯入れない。よし、まあ今ご飯チンしてるんですけど、こういう一応感じですね。まあご飯はいいか。ご飯移してもしょうがないんで。じゃあ男の料理。はい。完成です。鶏肉のステーキ、納豆、きゅうりのきゅうちゃん。で、天野フーズの味噌汁で、なめたけで、粉茶完成です。あの、もうここ時間、今話しながらノーカットノー編集で作ったので20分もかかってないと思うんですけど、あの、非常に簡単な料理で美味しく、でダイエットもできると思いますので、皆さん真似してみてください。以上、男の料理、いつも一人でした。